どうも、高弘です。急遽ね、ちょっと、琵琶湖に来ることができたんで、ちょっと弾丸でね、来ました。はい。はい、来ました。もう時間がないんで、ちょっとすぐ行きましょう。そうですね。はい、挨拶は今日はこの辺です。はい、頑張ってください。ね、はい。残りもう30分ぐらいしかない。はい、そう、ほんま30分しかないんで、頑張ります。うん、お疲れ様です。お疲れ様です。鼻水出てない、大丈夫です。大丈夫です。まあ今日ね、急遽来れたっていう初日で、そうですね。はい。あ、まあ、釣れませんでしたが、まあ明日頑張って、はい、行きましょう。頑張ります。はい。こんな感じね。OK。OK。はい。という感じで、はい、明日頑張ります。急に来る。どうも、高弘です。今日はね、琵琶湖2日目。はい。で、5時にね、ちょっとここへ到着して、薄暗い中ちょっとやってみたんですけど、今のところ何もなし。で、今6時半なんですけど、はい。ちょっとね、ちょっとエリアを変えようかなと今、悩んでるところなんですけど、まあちょっと頑張ってやっていこうと思います。はい。ずーっとインレットがあるんじゃん、あっちもダーッと。ちょっと結構夏いいかもしれん、ここ。海じゃねえよ、本当に。クソでかっ、何やこいつ、うわっ、やばい、ついちゃった、うわっ、でかっ、うわっ、でかっ、クソでかっ、これ60ちゃんじゃん、で
でっか、やば。やりました。こんな感じで54バリーバスが釣れました。こんな感じ、これやばいでしょ。皆さんもね、ちょっと立ってみようと思うんですけど、とりあえず釣りました。やりました、なんとか釣りました。嬉しい、ありがとうございます。やりました。お疲れ様でした。はい、今年はですね、6月から、まあこの12月までちょっとね1ヶ月おきにちょっと琵琶湖に通うっていう目標を決めてて、それで、結果ね、6、7、8、9、10、11、12、7本50アップをすることができました。うち、55アップが今回ので2本目とで60アップが1本っていう感じなんですけど、で一応ね7回長考来て、6回50アップっていうことで、まあ、かなり成績がいいんじゃないかと思います。でこの12月にもですね、アンナさんねでっかいの釣れたっていうのですごい嬉しいっていう感じなんですけれども、はい、まあね今年はもうこれで、最後になります。はい、来年もねちょっと今年ね7月にめちゃくちゃでかいのをばらしてるんで、2本ほどねちょっとばらしてるんで、まあ、そういうのをね来年こそは取れたらと思います。はい、でまあ65アップが、目標なので、来年こそは、65アップがこの動画に、取れたらと思いますんで、またぜひ、来年の琵琶湖長考も、見てやってください。今回はこの辺で、終了しようと思います。はい、ありがとうございました。うわ、出た。うわ、うわ、危なかった。ドゥン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 じゃおめでとうございます。ちっちゃいけど、いや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 、12月の琵琶湖でトップでバス釣れました。もう一回撮っていい？あ、いや、お決めで言って。これスマホ声違う。ドゥン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 じゃーん。12月の琵琶湖でちっちゃいけどバス釣れ来た。やっぱトップ、もう暗かったけど、背びれだね。やっぱワカサギから釣れるんよ、ね、ほんま、これやっぱ背びれですわ。おめでとうございます。マジで嬉しい。まさか越そうと思ってくると思わなかったです。おめでとうございます。とりあえず、2日目の朝一に一本釣りました。めちゃめちゃ幸先のいいスタートです。ちょっとランカーはなかったんですけど、次は、ランカー見せるように頑張ります。とりあえず1本ハードボトムスピナーベイト巻いたら来ました。